残念ながら無断じゃない。俺たちはお嬢さんの許しを得て、それぞれの指導を受けた師のもとへ再度特訓に行ってたのさ。そういうことなのだよ。くだらねえくだらねえくだらねえ、そんなことに命をかけるだと。男の命はでっかい野望のためにあるんだ。見た時から変な感じだったんだ。病院の白衣みてえの着てるしよ、人が変わったみたいで。大気いいやつ、もっと好きになった。このドリームコレットは完全な状態じゃないから、まだ願いを叶えることはできないんだ。それより最大の問題はナイトメアだ。拙者忌まわしき過去は捨て申した。今はゼロロ改めドロロ。ドロロ、さらばでござる元隊長殿。元、俺は徹夜じゃない。君の知っている東徹夜は死んだ。わかりました。ではこの私ボルフガングが参りましょう。私が、クソッタレが枯れた町に倒れた奴らがどんな気持ちで死んだかを知ってるのか。お前に恨みや怒りを持ってたわけじゃない。俺の勘だけどな、トーマはこの辺りにいるような気がするんだ。仏像の中にでも入ってるっていうのかい。似合いすぎるな、マジなトーマと仏様ではな。いやとんでもねえ魔力だったから吸収するのに時間がかかっちまった。ごちそうさまです。さすがに死ぬかと思いましたよ。俺たちはブルーフレア、青く燃える炎を見せつけてやる。俺は屈しない。俺の後ろにはみんながついている。よし、引ってやる。えれ、しししし、し変でもなんでもおめえ、あのな、笑ってると幸せになれんだでよ。風魔の独眼竜と恐れられたほどの男が、あまりにもあっけない最後だ。十字剣の力の半分も見ずにこうも早く消え去るとは。ですが私は強くなりました。私と蛍殿が力を合わせれば剣術は復活します。久しぶりだな、お前とやるのは。もっともそっちは覚えちゃいないか。やろうぜ孫悟空。小僧、このやる気があり余ってうずうずしてるが、秘密兵器だから我慢している俺にやる気がねえだと。ああ、あかん、桜木さん、小島さん、やめなはれ。どけ、去れ。喧嘩に明け暮れて喧嘩チャンピオンなんて肩で風を切って歩いてたこともあった。そんな俺がボクシングと出会った。俺の腕を全然信用してねえのは気に食わねえけどな。往生際が悪いぜてめえら。ああ、未来の俺がこんなふぬけたやつだったなんてがっかりだ。そんなことだからマイちゃんだって守れないんだよ。自分に励まされるとはね。もう十分だ、君の気持ちは伝わった。勝ってみせるよ、どんな奴が相手でも。徳川は軍勢を二つに分け西へ進んでいる。我らに山越えの道筋を行く隊の足止めをしてほしいとのことだ。みんな直ちに戦支度をせよ。バカな、そうまでして勝ちたいか。自分が死んでの勝利など何の価値があるか。何のためにそこまで戦うのだ。なぜだ。俺はロジャー、この出会いは運命だ。レイリー、運命？俺と一緒に世界をひっくり返さねえか。帰れ。あなた、ここから先は俺が自分で仕掛けた化け物用の罠だらけだ。あとこの地上に残っているのはこの町にいる奴らのみ。サターン直属だかなんだか知らねえが、かかってきな。
その刀、霊魂は切れてもこの世のものである奈落の肉片は切れぬではないか。俺がやられるはずがねえ。まぐれだ。たったそれだけの戦力でよくぞここまでやってきた。褒めてやろう。まただ。あの夢を見るたびいつもこうだ。僕がバビル二世だというのか。シーツー、君はなんて静かなんだ。君の心だけは読めないよ。やっぱり君は最高だよ。